見事ね、届きまして、マイクが。ちょっと待ってくれ。今、開けたから。で、ちゃんとね、マイクのデバイスもね、入ってました。バッチリですよ。やってみるか。よし。ついでにトルネコもね、届きました。トルネコも。最初からいるよ。あれ？これデータ消せないの？これ。データ消すわ、とりあえず。れ、音ない？あ、ミュートしてたわ。こんにちは。音ラグってね？おめえだな。お前じゃ。ベビー・ギルマン。じゃあな。やるか。開始じゃ。いやー、CD 買ったんですけど、すごいいいっすよ。最高だわ。ドリキャス版もあるよ。頼むぜ。反応してくれよ。ドリキャスのシーマンって違うの？別物？はい。頼むぜ。ようこそ、ムッシュガゼの実験棟。これもういいよな。聞いたんで。今あなたが目にしているのは、同居型育成シミュレーション、シーマン、飛ばせ禁ね。断のペットです。あなたは今まさに飛ばせねえよ。ここガゼーの実験棟で伝説の生物シーマンの育成を体験しようとしています。はい。とはいうものの、この実験棟がどこにある島で何があなたを待ち受けているのか、あなたは知る由もない。シーマンという生物がブームになったことは知っていても、それが一体どんな生物でどんな進化を遂げるのか、マニュアルを読んでも何も書かれていない。たった一つ分かっていることといえば、
それは今あなたが一刻も早くこの生物と話してみたくてうずうずしていることだけ。はい。申し遅れました。そんなあなたの道案内役を務めさせていただくのは、このシーマン育成キットの、このコント、新しいコントローラーなんか X ボタン押してる感じがしないわ。私、細川俊幸です。以降、お見知りおきの。はい。今回、リバリウム社がお届けするこの最新の育成キットは、シーマンという伝説の生物に関する研究成果をもとに作られた実験環境です。さて、育成の初日である今日、そんなあなたがまずすべきことは、フランスの生物学者、ジャンポール・ガゾエ博士が、はい、あ、レトロフリークにね、音のラグを減少する設定があったから、それで多分できるかもしれない。後で。あ、こんばんシーマンいらっしゃい。人見知りする彼らですが、やがてはあなたにリズム天国。一風変わったあなたの同居人となってくれることでしょう。前買ったよ。それでは水中展望台へとご案内いたしましょう。はい。お願いします。さて、何をすべきかは分かっている。まずはこれをな、これをお前をやらない。これをな。あ、捕まった。セイコムに入っとけよかったな。こないだは何もせずに帰ってったから安心してたぜ。ユーザーの皆様、俺の分まで頑張れよ。よし。ほら、さあシーマンにまず会おう。シーマン、来るんだ。シーマン、いるよシーマン。来たな。よし、喋りかけるぞ、みんな。シーマン。え？シーマン？あ！何あれ？シーマン。はいよ。あ。反応したな。はよいまい。何そのはよいまいって。おい。シャルハルハ。聞こえるか。聞こえるか。えいせみせん。私はムスカ大佐だ。えいせん。あ？ダメだ、やっぱ会話ができないな。ちょっと飯あげよう、飯あげよう。やった、喋れたよとうとう。嬉しい。ほらよ、飯だぞ。まだ喋れない。おい、チャルハルハ。チャロチャロハ。ハニシマ。ハニシマ。嬉しい、ちょっと反応があるわ。反応が嬉しい。
これから毎日シーマン育成するぜ。こんばんは。こんばんは。はいよ。まだできないの、やっぱ会話は無理かな。ダメ？あ、つく。赤ちゃん。おい。おい。え？ナウサウディング何？え？ナオナウ。なんて書いてあった？おい。おい。お。シーマン。呼んだ？呼んだぞ。ナナバラホーム。呼んだ。シーマン。なに？かわいいな。かわいい。えいせんみせん。おい。元気か？チャルハルハ。私だ。いや、飲めどどへろさん。おい。シーマン。呼んだ。いや、飲めどどへろさん。あ？まだでも、あれかな。ダメだな、ちゃんと反応しないな。餌。はいよ。ご飯。ご飯。いや、飲めどどへろさん。名前は？シャルハルハ。ダメだな。なに、ちょ、単語で、まず単語はいいよね、単語はね。ムスカ。はいよ。こんばんは。はよいまい。バカ。チャルハルハ。ダメだ。喋れんじゃん、一応初日でも。嬉しい。嬉しいぞ。みんな嬉しいよ、俺。嬉しいよ。嬉しいな。畜生。なんて運が悪いんだ、俺って。キモ先生もずるいよな。俺たちをあんなペットの餌にしてしまったんだから。ユーザーの皆様、あの世で会おうね。これなんて書いてあるの？ナウ。ナウ…どういう意味だろう。あ、セービングか。セービングね。初めて出てたってことは何？マイク刺さってないとやっぱあれか、セーブされないんか、そもそも。お前は誰だ？誰だ？ナナバラホーム。ど、いや、飲めどどへろさん。どういう言葉ならわかんだろう。シーマン。なに？なんでもない。エイセン。ヘロー。ハロー。ナナバラホーム。おい。おい。え、おいは反応すんね。はい。ナナバラホーム。はい。
あれ？終わりかな？あれ？帰った？おい、シーマン、終わり？今日のシーマン終了か？もしかして終わり？終わりな感じ？餌もないな。まあ1日10分15分らしいからね。海外製じゃないよ。こんなもんかな、今日は。じゃあよろしいでしょうか。いや嬉しい、でもよかった、よかったわ。いや皆さん、今日はね、私これから買った CD を聴くんで、買ったし、待って、音楽枠やろうかな、この後。音楽好きなやついる？何かだ、DJ おかわりっていう。最高だったよ。てかまだ一曲しか聞いてないけど、一曲しか。いや、新譜出たんですよ、DJ おかわり。いや、音楽枠やるわ。音楽枠。じゃあ、ありがとうございます。また明日シーマンやります。明日ね。明日シーマンとポケモンという感じで。よろしい。で、明日もしかしたらね、60% ぐらいの確率で、仕事がね、休みになる可能性があります。あります。はい。ありますんで、もしかしたら朝からね、やる可能性が。そう、微妙なんで、朝って朝、雨微妙じゃない？すごい。超微妙じゃん、天気が。それによるんだよな。わからんけど。まあ、とりあえず、一旦 C マン枠終わります。すぐ音楽枠をね、撮りますんで、音楽が好きな方はね、ぜひ、遊びに来てください。さようなら。